はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、宅地造成工事の許可申請の流れについて解説させていただきます。で、左側、これは大まかな流れです。で、まず、申請をする前に設計しますよね。どんな宅地造成工事を行っているのか設計をするんですけども、この場合ですね、高さが5メートルを超える擁壁を作ったりとか、また切り戸とか盛り戸の面積が1500平米を超える土地について排水施設を設置する場合、こういった場合については有資格者が設計しなければならないんですね。これは比較的大きな宅地造成工事をする場合っていったイメージです。そういった場合は有資格者が設計してくださいね。つまり建築士とか、そういった有資格者が設計してくださいねっていうような内容になってるんですね。これは一つ目として頭に入れておきましょう。で、設計をした後に申請をします。こういった工事を行いますって申請をします。この場合、造成主が工事に着手する前に文書で知事に対して申請をします。申請をする人っていうのは造成主です。これは一番最初の動画でお伝えした内容ですね。復習になるんですけれども、請負契約をするのであれば、請負契約の注文者、つまり例えば私が地主だったとして、地主が土木会社に宅地造成工事の委任をした、こういった場合地主が造成主になるんですね。または土木会社自身が自分自身の土地について造成工事を行う、つまり請負契約をせずに自分自身が直接造成工事を行うっていった場合は、その土木会社が造成主になります。で、申請する期限なんですけども、これは工事に着手する前、工事を始める前に申請してくださいね。で、誰に申請するかっていうと、知事ですね。一応知事等って書いてあるんですけども、この等っていうのは、政令指定都市、横浜だったり大阪だったり、大きな市っていうのは、市長が知事と同じ権限を持っちゃうんですね。なので、指定都市については市長になるんですけども、基本的には知事って考えていただいて大丈夫です。知事に申請をします。で、これは文書で行ってくださいね、となっているので、文書で知事に申請します。で、申請を受けた知事っていうのは、ここには知事等って書いてないんですけども、知事等です。知事だったり市長ですね。っていうのは、遅滞なくっていうのはすぐにですね、申請を受けたら、知事はすぐに許可だったり不許可の処分をしなければなりません。つまり設計書を見て、この工事大丈夫かな？ OK であれば許可処分。逆にこの設計だと基準満たしていないなっていう場合は不許可処分をします。で、不許可の処分をする場合っていうのは文書で理由を提示しなければなりません。つまりここが基準満たしていないから不許可ですよとか、このように文書で理由を示さないといけないっていうことですね。で、許可の場合については、その許可に対して条件をつけることも可能です。例えば知事が許可をする際に周辺住民に説明をしてください、それが条件です、みたいな条件をつけることができるんですね。これも一つ頭に入れておくといいと思います。で、許可をもらったら造成主は工事を開始していくんですね。実際に工事を行うのは造成主ではなくて工事施工者ですね。土木会社ですよ。工事をする人が工事を開始していくわけですね。で、工事が終わりましたと。工事が完了したら造成主は知事の検査を受けなければなりません。で、知事は検査をします。工事が終わって、それがちゃんと設計通り工事されているのかを検査して、で、それが OK だと、基準を満たしているっていうのであれば、検査済証を造成主に交付します。といった流れです。なんで、この流れって、開発許可とよく似てるんですよね。なので、開発許可と照らし合わせながら、勉強してもいいかなと思います。非常に内容似てます。なんで頭にも入れやすいんじゃないのかなと思います。今日の内容はそれほど難しい内容ではないので、何度か動画見ていただいて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。